Hello! Welcome to AJ English! 僕はセルジュです。今回は10分英語じゃなくて、今日は任務のコートについて話したいんです。Oh yeah!ミンというの言葉はギリシア語のミメマから来ました。ミメマは英語でイミテイトになりました。イミテイトは日本語で真似するという意味です。ミンの内容は政治的な行為か社会的な行為、自分の不安の行動か、ただの逆。嫌味のミメマも美味しい。ミンはね、世界に起こることに対しての心配か、悲しさ、嬉しさ、尊敬すること、やきもちさ、失望、怒り、などなどなどを見せるのためのソーシャルメディアです。実は、ミンはね、この世界の鏡です。デラ深いでしょ。おいえ、いろんな人は、この耳見て、で、わあ、私は同じことを感じする。この耳の内容はね、私の気持ちのお揃いです。じゃあ、俺はこの耳のメッセージ広げます。写真だけ交代して、で、メッセージそのままでシェアします。これは、マナするのことです。例えば、今のすごく人気のミームは、My Plans っていうのタイトルがある。My Plans はね、私の予定です。と、2020年。このミームはね、2つの写真が、まあ、1つの写真けど、バラバラしてるの2つの写真になりました。で、1つの写真は、なんか、My Plans のタイトルがある。それは大体すごい。あなたの予定、あなたの夢。2020年の体質に対しての夢、すごいいいことが見える。その隣の写真は2020年のタイトルがあるで、それが大体ね、その綺麗な写真がすごいボロボロになった。わかるね、皆さん内容が。意味がわかるでしょ。やっぱり夢はこれです。2020年はこういう風になりました。2020年はもう大変すぎ、もう笑うしかできないですね。じゃあ、自分のミームが作りたかったらどうすればいいですか。じゃあね、ミーム作るのはね、とやら簡単です。最初ね、コンセプト考えて、何が痛いですか。次は、無料写真をダウンロードしてください。で、ミーム向きの写真は、例えばね、Image Flip っていうのウェブサイトでダウンロードができる。実は、Image Flip はね、たくさんミームの作るのテンプレートがあります。その、そっちからね、写真選んで、テキストもそのままね、作るのはできる。その、ジェネレーターがあるみたい。それは本当にすごい便利です。もう、何もしなくてもいい。もう、Image Flip だけでやって、そのパンパルパン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 、ミームが作れる。もう出来上がり、もうカップヌードルみたいな、そんな簡単です。最後は僕の一番気に入っているの2020年のメメのトップ5です。5 The Evolution of Fashion。 そう、ファッションの進化。これはね、もちろんね、嫌味です。4 WTF What the fuck? ねえねえ、なに What the fuck? 3 Online Meeting。 映像あり？映像なし。わかるでしょ。2 Hay Fever 2020年の花粉症。1 2022年の旅行すること。 Traveling in 2020、 期待すること、旅行したい、現実はお皿洗い。